アップホルダーは、イギリス海軍の悠久潜水艦、ビッカーズ・アームストロング社のバロー・イン・ファーネス造船所で、建造された。1939年10月30日寄港され、建造所長夫人のドリストン・プソン夫人の命名により1940年7月8日、浸水した。1940年10月31日に収益。アップホルダーは、 外装魚雷発射艦2機を装備した、有給潜水艦4隻のうちの1隻であり、艦首に4機の内装発射艦の他に、外装発射艦を備えていた。これら4隻は、外装発射艦のせいで、潜望鏡深度での深度感制に悩まされたため、他の有給には、外装発射艦は装備されなかった。アップホルダーは、全収益期間にわたって、マルコム・デイビッド・ボンクリン少佐が指揮を取り、 第二次世界大戦において最も成功を収めたイギリス潜水艦となった。遠征期間の後、アップホルダーはマルタに向けて1940年12月10日に進発し、同地を拠点としていた第10潜水船体に配属された。アップホルダーは24回の懲海を完水し、敵艦船93,031トンを撃沈し、その中には、 デュースブルク船団の戦いの後のマエストラーレ、旧駆逐艦、リベッチを2隻の潜水艦、3隻の兵員輸送船、6隻の貨物船、補助艦艇及び補助総改艇を含んでいる。ボンクリンは1941年の紹介の後、ビクトリア十字章を受章した。この紹介では、特に厳重に護衛された船団に対する1941年5月24日の 攻撃が含まれており、この攻撃でアップホルダーは総トン数17,879トンのイタリアの兵員輸送船、コンテロッソを撃沈した。1941年7月28日にはイタリア海軍の巡洋艦、ジュゼッペ・ガリバルディに損害を与えた。1941年9月18日には、姉妹船である2隻の兵員輸送船ネプチュニア及び、 オセアニアを数時間のうちに、相次いで撃沈した。アップホルダーはまた、イタリア海軍の軽巡洋艦、ジュゼッペ・ガリバルディ、ドイツの輸送船ルイスブルグ、フランスのタンカー、キャピテーヌ・ダミアーに、イタリアの輸送船団道路及び、シリオに損害を与え、タリゴ船団の戦いの後に、すでに座礁して南戦していた、ドイツの輸送船アルタを撃破した。アップホルダーは、 上院全員と共に25回目の紹介で喪失した。25回目のこの紹介は、イギリス本国への帰還前最後の紹介であった。アップホルダーは1942年4月6日に出撃し、4月14日を過ぎても帰還しなかった。4月12日、アップホルダーはアージおよびスラッシャーと共にある戦団を迎撃する、を形成するよう命じられたが、アップホルダーが、 この通信を受信したかどうかは分かっていない。アップホルダー喪失についての最も有力な説明は、昇海航空機に発見された後、イタリア海軍の魚雷艇ペガソが投下した爆雷により、1942年4月14日に、トリポリの北東沖北緯34度47分、土計15度55分、北緯34.783度東計15.917度、 34.7835.917の支点撃沈というものであるが、いかなる艦隊の破片も海面に発見されなかった。この攻撃は、ウォンクリンの紹介区域から100マイル北東にあたり、おそらくは、ウォンクリンがより多くのターゲットを発見すべく、紹介地点を変更していたこともあり得る。1942年4月11日に嫌いに、 食来して沈没した可能性もあり得る。この時、アップホルダーは、嫌い、腹の間近にいると報告されていた。三つ目の、あまりありえそうにない説明は、4月11日ミスラタ、沖でのドイツ軍機と、戦団護送艦,艦艇による攻撃というものである。しかし、第二次世界大戦後、この行動に関する、数軸国側の記録は発見されていない。 イタリア海軍の専門家、フランチェスコ・マッテ・ジーニによる近年の研究が指摘するところによれば、当該の戦団に対するドイツの航空紹介は、ペガソによる攻撃の2時間前に水中目標の探知に対して爆弾を投下して攻撃を加えている。マッテ・ジーニは、また次のことも主張している。航空機の乗員たちは、ペガソに指示した目標が、 潜水艦であったのかイルカの群れであったのか確信を持っていなかった。マッテジーにはドイツ軍機によりダメージを受けていたアップホルダーに対してペガソがと目を刺した可能性を認めている。1942年8月22日、英海軍本部はアップホルダーの喪失を告示した。その際の声明にはボンクリン少佐と彼の乗員たちへの並々ならぬ賞賛が述べられている。 各部隊が任務を遂行している。期間中、特定の部隊に栄誉を与えるようなことは、海軍省としては滅多に実施しないことであるが、ウォンクリン海軍省を差し指揮するイギリス潜水艦、アップホルダーに限り、ここに特に言及する。アップホルダーは、中部地中海において、長期間的の海上交通を阻止する任務に従事してきた。同艦は困難で危険極まりない任務を遂行し、 常に高い戦果を上げ、注目を集めてきた。艦と士間、それに乗組員たちを勇気づけてきた、このようなものは、粘土と勇敢さの模範となるものであり、彼ら自身の潜水戦隊ばかりでなく、潜水戦隊が編入されている艦隊にも、さらにはアプホルダーが長期間基地としていた、マルタ島にも高い指揮を与えてきた。この潜水艦と乗組員は言ったが、 彼らは未だに良き手本であり、我々を勇気づけてくれている、海軍省を声明。総じて、アップホルダーは、敵艦船9万7千トンに加えて、U ボート3隻及び、駆逐艦を沈めたと信じられている。ジョンフィールドハウス海軍元水は、フォークランド紛争の折に、この潜水艦と、乗組員は言ったが、彼らは未だ、良き手本であり。 我々を勇気づけてくれているの一節を引用した。ありがとうございます。